んにちは、みきみこでございます。本日ね、久しぶりのお休みってことでね、笠木キャンプ場に舞い戻ってまいりました。今ね、無風よ、無風でね、お天気も最高でございますがね、明日ね、ちょっとね、お天気の方が崩れるようなので、どうかなと思いながらのね、まあ車を走らせてやってまいりました。で、テントの方ね、ちょっと悩みましたが、薪ストーブの方は諦めて、明日の雨に備えてポリテント、小川さん家のティエラリンドね、ティエラリンドの方を持ってまいりました。久しぶりのね、ティエラリンド張りますので、まあ何時間かかるか分かりませんがね、サクサクっとね、立てていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。リンドちゃんね、去年牧野高原で負傷してポールの方が折れて入院から戻ってきている状態でございます。そしてね、多分シートの方を引っ掛けて、多分どっかが破れてるはずなんですよ。なのでね、リペアシート買ってきてるので、リペアシートで補修しつつね、ちょっと設営の方をしていきたいなと思っております。はい、このさ、ポールの上と上下があるよね。前回ね、その上下をしくじって、ランタンポールっていうか、なんかそのフックするところにフライシートを引っ掛けて破っております。今日はそこの間違いがないように頑張りたいと思います。ででん、撮影忘れてるから、ちょっとカメラの方はストップさせていただきます。とりあえずね、骨組みの方ね、出来上がりましたのでね、ちょっとね、微調整してフライシートの方ね、かぶせていきたいなと思っております。電車来たわ。さあね、今から恐怖のフライシート掛けでございます。今日ね、ほとんど無風なので、多分フライシートは簡単にかかるんじゃないかな、かぶるんじゃないかなと思っております。では、てかさ、続々と笠木に仲間が集まってくるので、ちょっと放置した状態で今話しに行ってました。びっくりするわ。今数えてるだけで、いつもの笠木のメンバーが 1,2,3 3人おられて、で、私のちょこっとした知り合いが2人と1組と2人、もうなんか6人5人笠木にメンバーが集結している感じでございます。怖いわ。っていうか、ちょっとね、テントの方ね、設営ね、終わらせていきたいと思います。だいぶさ、布の方が緩くなってきてるからさ、すごく足をはめやすくなってるわ。でもそんなにね、きしまずいい感じで寝れるよ。こちらのね、コットワイド幅なんよね。もうすごい、なんか景色を見てると思わせといて、私が、でもどうなんやろ、今日でも僕めっちゃ久しぶりや、いや慣れてるかね、私のことなんか。もうなんかね、ひどいことばっかり私喋ってるのでね、今まで喋った30秒はカットさせていただきます。
ちょっとね、速やかにね、設営の方していきます。もう全然ダメだわ、喋ってばっかりでちっとも一向に設営の方が進みません。はい、設営の方ね、完了いたしております。今回ね、どんな風になってるかと申しますと、こんな感じでございます。はい、テントの方はね、小川さんのティエラリンドの方を張っております。そしてね、焚き火台の方は、はい、ユニフレームの薪グリル、こちらをね、今回チョイスしております。ランタンはね、いつもの通りでございます。この辺りはね、私の大好きなアソビトさんのギアコンテナ、ギアバッグで固めております。一応ね、アソビトさんね、ハンプでね、すごくね、頑丈で防水に長けているのでね、結構お気に入りでございます。こちらのね、グランドシートもアソビトさんのシートとなっております。巻き入れバッグもアソビトさん、こちらがね、ちょっと可愛いの。一応その焚き火のね、いろんな道具をごちゃごちゃごちゃっと入れております。そしてね、私の唯一のこちら竹のね、皮膚希望になっております。で、今日ね、こちらね、笠木キャンプ場、やっぱりね、びっくりでございますわ。本日多分何人、10人前後の笠木の仲間が集まっております。まあ、ここまで揃うとね、本当に偶然なのかどうかなのか私には分かりませんが、一応ね、偶然なんですよね、私知らないね。まあ、いつものランタンでね、その岡山の方から来られてる藤野鋼さん、裏山かな、裏山かどこかの山でちゃんとね、了解を得て切った木の枝をいただいております。めっちゃかっこいい。私の知る限りでは、こういう枝をね、私が自分でゲットすることはまあできませんわ。いい感じでございますよ。これからね、ちょっとスタイルもね、ちょっとずつね、変えていって、いろんなことにね、挑戦しようかなと思っているので、まあ嬉しい枝でございますわ。はい、中に入りまして、こちらのテーブルね、どこのテーブルかは分かりません。なんかいい感じのね、テーブルを Amazon でゲットしております。この椅子もね、どこかのショップで閉店セール、たまたま行ったショップのね、閉店セールで、まあ、半額以下でゲットしております。このね、ちょっと水色のね、革が気に入ってちょっと悩みましたが、ゲットしております。かわいいわ。そしてね、ユニフレームのラックに、まあ、クーラーボックスとどこかのソフトコンテナに次いろんなものを詰めております。ぶっちゃけさ、今回さ、この茶色のソフトコンテナにいろんなものが全部収まっております。レジャーシートの上にサイバトロンをポイッと置いて、小川のコットに、まあ、いつも通りね、ランガの寝袋ダブルで使っております。明日雨だからね、もうちょっと薪ストーブの方は諦めました。アルパカストーブであったかぬくぬくおこもりキャンプをね、していこうかなと思ってます。はい、大好物のサバ寿司をね、いただいていこうかなと思っております。びっくり仰天よ、今日も笠木キャンプ場は仲間で溢れております。すごいな。とにかくね、ご飯食べるわ。もう気持ちが抑えられへんすぎて、一番おいしいサバ落としてもてるわ。ちょっとさすがにこれは食べられへんな、ごめんなさい。まあ、そうやけどさ、明日雨降るとは思われへんわ。ほんまに雨なんやろか。今日ね、結構荷物過去一少ないからさ、私どれだけ忘れ物をしてるかが見物やわ。とりあえず、サバ寿司なくせにサバのないお寿司をいただきます。パクリンチョ。うん、そうやけど、マジでお久しぶりさんもおられますわ。森のテラスの住人さんがおられます。今日さ、なんか久しぶりにティエラリンド張ったけど、ええ感じかもしれない。ポリのテントなので、結構結露がすごいという話でも、リンドちゃんちゃんと、なんていうの、ライナーがついてていい感じよ。はい。どうぞ。こんにちは。こんにちは。ではごちそうさまでした。さあ、夜の準備をいたしましょう。
手だれちゃうからあかんで。いやもうね、私ねこの太い負けだけはね絶対ね自分で割る自信がないのでね、常連の人に割っていただいております。硬いでしょ、だから違う、もっと長いの、うん、違うやつで長い斧を借りてきますわ。持ってるよ俺は。何で私一言も言ってないから、何も言ってないから。はい、それではねご飯の方をね食べていこうかなと思っております。すごいわやっぱさ、笠木はすごいでなと思うわ。とりあえず簡単にお肉でも食べようかね。はい、毎度おなじみのフライパンディッシュ、こちらでねとりあえずお肉焼いてね食べていこうかなと思ってます。はい、おはい、そして本日の何本目かは分かりませんが、こちらのビール飲んでいきたいなと思います。笠木キャンプ場の夜に乾杯。ピース、うん、美味しい、グッドでございます。そして油たっぷり濃厚なお肉をいただいていきたいと思います。キュウリ、うまっ。舞茸焼きます。舞茸、ただの舞茸ですがとても美味しゅうございます。ほんと年明けてさ、仕事惨敗でございましてさ、なんかもうストレスがさ本当にマックスやわ。さっきもさ仕事の電話かかってきたわ。はあ、しいたけ、しいたけのバター煮は美味しいよ、バター焼きは。なんかさ大して飲んでないけどさ、なんかええ感じやわ。何が何かが、うん、おいしい。おいしそうなパッケージだったので買ってみました。結構具は多い、具は多いけどさ出汁も多いな。これなんかやばそうやな。これをストーブで温めます。こんな感じよ。このおでんがねできたら仲間と合流しようかなと思ってます。もう笠木キャンプ場めっちゃ寒うございます。ちょっとね風の方も吹き出しております。いやーめっちゃ寒いわ。寝る段取りの方もできましたので今日はこの辺りで失礼させていただきます。それではね、明日おはようございますでお会いいたしましょう。それではおやすみなさい、またね。寒っ。おはようございます。笠木キャンプ場のね朝を無事に迎えることができました。いや、おはようございますと言うたとてもう9時5分でございます。朝からさちょっとなんだかんだでねこちょこちょとねちょっとこうテント周りのね修正とかねやってたらもう9時になりましたわ。雨が降る前にね撤収しようかなと思ってたけど、もう久しぶりのキャンプなんでねテントはもう濡れること覚悟でのんびりとね過ごしていこうかなと思ってます。もうねお腹ペコペコ倒れそうですわ。とりあえずコーヒーを飲んでいきたいと思います。よっしゃ。そして本日の朝ごはん何を食べるかと言いますと、実のところさなんか食材がね全然足らんかった。なのでとりあえずセブン製の明太ポテサラダ、こちらを
鉄板に乗せます。チーズをこのようにする。まあ、堀西かバカ馬かなんかその辺の調味料を振りかける。明太マヨ、明太マヨをちょっぴりかける。とりあえずストーブに置いときます。温めときます。はい、お湯の方が沸きました。今日はね絶対焦がさへんで。差し入れいただきましたので、ね、こちらのねホットドッグの方をとりあえずいただいていきたいと思います。いただきます。おいしい。チリや、チリソースの味や。おいしそうだが、ちゃうちゃうちゃう。おいしそうだが、あ、こあかん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 。え？怖い怖い怖い。なんでだ。怖いぞ。寒いから。コンビニのポテトサラダでポテトチーズマッシュ、マッシュポテトチーズ焼きかな。さあ、それでは笠木キャンプ場の朝に乾杯。ピース。かー、おいしい。自分でさ豆入れてコーヒー立てる方が味の濃いさが調整できるからいいよな。こんな当たり前のことやってな。うん、最高、最高の朝ごはんや。うん、今にも雨は降りそうです。ちょっと天気予報見るわ。なんかパチパチ言ってるわ。降ってきてるやん。もう降ってきてるから覚悟した。何の覚悟、まあいろいろ。おいしいな。おいしいが過ぎますわ。そろそろね撤収の運びへとね進んでいこうかなとは思っております。まあね、残すとこね、あとこのテントの方だけをね、まあ畳んで終わりかなって感じではございます。まあのんびりね過ごしているうちにちょっとね雨の方がパラつき出しましたが、もうねドンとドシンと構えてね、まあ降るなら降れっていう感じでね今日はね楽しんでおりますので、まあ雨音でもチラチラ聞きながらねコーヒーを飲んで、はい、撤収をねしていきたいなと思っております。まあ昨日から今日2日間ね1泊2日の笠木キャンプ場のキャンプではございましたが、まあびっくりするぐらいのね、なんていうの、仲間っていうの、まあ顔見知りっていうのかな、すごいキャンプとなっております。まあほとんどね動画の方は撮っておりませんが、まあそういうねキャンプもあってもいいかななんてね最近ね思い出しております。それではね今回のお話そろそろ締めさせていただき、次回のキャンプのお話へとつなぎたいと思います。昨日から今日笠木キャンプ場でのねご視聴ありがとうございました。次回もまたどこかのキャンプ場でお会いいたしましょう。それではさようなら、バイバーイ。ネキンコでした。バイバイ。It has just begun.
She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. So loud as the hours.